株式会社区は東京都港区白金台に本社を置く日本の製菓企業。実社ブランド、クチーズタートで販売しているチーズタルトが主力商品として知られており、同商品以外にもシュークリームやアップルパイ、バターサンドなどの洋菓子を製造、販売している。なお本校では現在の株式会社区と過去の株式会社区の両者について記述する。 区のチーズタルト北海道の洋菓子店木の戸屋の創業者、長沼昭夫の長男である、長沼慎太郎が2013年に創業。写真やイラストをケーキにプリントするオンラインサービス、ピクトケーキから事業を開始し、2014年にチーズタルト専門店、久梅木の戸屋、同年11月には、目黒区自由が丘に、クチーズタートをそれぞれオープン。以降、 シュークリーム専門店、クロッカンシューザクザク、アップルパイ専門店、リンゴ、バターサンド専門店、プレスバターサンドと様々な業態の店舗を出店。国内外に121店舗を構え、海外ではアジア圏を中心に展開している。お菓子を進化させるをミッションステートメントとして掲げ、A、B テストを用いた商品開発、社内デザイナーによる店舗、 パッケージのブランディング、自社によるウェブメディアの運営など、成果企業としては珍しい取り組みを行っており、創業者の慎太郎本人も、同社をお菓子のスタートアップと位置づけている。また、同社の特色として社員は、成果業以外の他業種からの出身者が多数を占めているほか、顧客と接するスタッフを後押しする存在であるという意味合いを込めて、 本社をサポートセンターと呼称している。2017年8月29日付で投資ファンドのポラリスキャピタルグループに株式の大半を約100億円で売却している。2021年7月1日より新しい CI を導入し企業ロゴを一新。新しいミッションステートメントとして幸せに来るを掲げ、これまで使用していたお菓子を進化させるを新たに コーポレートビジョンとして設定した。同月20日には、社内プロジェクト、クプロジェクトの一環として、自社で展開している各ブランドの商品を取り扱う、販売店、クザショップをオープンした。ちなみに、同社商品のチーズタルトは、かつては、木本屋の東名簿工場で生産されていたが、現在は自社工場に生産ラインを移しており、主に海外輸出用の半製品として、 製造されている。国は美味しさの三原則と呼ばれる同社が商品づくりにおいて掲げているフィロソフィーがあり、以下の三つを定めている。これら三つは創業者の慎太郎が父、秋代から幼少の頃より教わったものであり、この三原則に則っ,った製造、販売を行える、要、商品展開については、一ブランドにつき一商品のみ取り扱うという方針をとっている。 また、同社では8割の消費者に支持されることを念頭に置く、8割主義に,に基づいた商品開発を行っている。各ブランドの店舗は全て工房一体型となっており、作り置きをせずに出来立ての状態での提供を行っている。また、それぞれのブランドを象徴する、ブランドカラーが割り当てられている。ありがとうございます。